中村人氏は JRA 立党トレーニングセンターに所属していた元町教師である。京都市左京区生まれ。父は中村角之助元町教師。2010年2月まで日本町教師会会長を務めていた。2011年の時点では同会名誉会長を務めている。左京区一乗寺生まれ。京都市立修学院小学校出身最終学歴は アザブ医科大学主席卒業。1971年、立党、中村角之助旧社所属の休務員となり、後に調教助手となる。1977年、調教師免許を取得する。28歳6ヶ月での取得は、鳴宮名校に次いで、第2位の若さである。1978年、旧社を開業。7月8日、 初出走となった中京競馬場での第一競争は、愛知早尾が2着となる。9月10日に、阪神競馬場での第4競争で、エスティキングが勝利しのべ6投目で、初勝利を挙げる。1983年、阪神障害ステークスを競泳ウオリアが制止重賞初勝利を挙げる。1984年、 優秀品馬を東海ローマンが静止 GI 及びクラシック初勝利を挙げる。1995年11月23日に管理馬が地方競馬に初出走。1997年12月10日に管理馬が地方競馬での初勝利を挙げる。2001年7月29日に函館二歳ステークスをサダムブルースカイが優勝。これが 調教師としては、最多の、函館2歳、ステークス3勝目となった。この記録は現在まで破られていない。2007年4月2日に、史上100人目となる JRA 通算500勝を達成する。8月に、函館開催でのリーディングトレーナーとなる。9月8日には、グレード制導入以降では、JRA 新記録となる11週連続勝利を、 達成した。2012年4月29日に天皇賞でビートブラックが優勝。父は1972年の秋に山人ウェーブで制しており天皇賞や子制覇。2019年2月28日付で定年のため調教師を引退した。引退後は東京スポーツ専属の競馬評論家として安藤勝美良と共に活動している。 2020年11月3日付で発表された秋の叙勲受賞者において岡部幸夫と共に朝日受章を受賞。括弧内は当該場の優勝受賞競争。太字は g i 級競争。太字は文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。